こっちだって子供のこと心配してきてるんだし。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。誤解を招く点があったかと思われます。何も誤解してないんですよ。麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。開けてください。いつも麦野君を叩いたりしてます。麦野、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。お母さん、僕はかわいそうじゃないよ。湊！湊！友達は友達だけどみんなの前で話しかけない。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。学校を守るんだよ。星川くん、無実だって知ってるよ。無実だって知ってるよ。